ヨークタウンの戦い、ヨークタウンの戦い、ヨークタウンの戦いは1781年に起こったアメリカ独立戦争を事実上終結させた決定的な戦闘。バージニア植民地東岸のグレートブリテン王国、イギリス軍最終拠点であったヨークタウンにて、米仏連合軍がチャールズ・コーンウォリス率いるイギリス軍約7000を包囲、降伏させた。この戦いによって、 アメリカ独立戦争における植民地軍の勝利は確定し、独立戦争は事実上の終結を見た。1781年5月22日、フランス軍のロシャンボー将軍が大陸軍のワシントン将軍と会談し、イギリス軍に対する作戦を練った。彼らはイギリス軍に占拠されているニューヨークを奪回する策を考えていた。ニューヨークのイギリス軍は、 総司令官ヘンリー・クリントン指揮下の1万名だった。一方で、バージニアにいたラファイエット将軍から報告があった。それによると、イギリス軍、コーンウォリス将軍は、ヨークタウンで防御的な戦術を取ろうとしていた。ヨークタウンは、バージニアのヨーク川そばにある。南部戦線を指揮するコーンウォリスはかつて広い範囲を占領していた。だが、この2年間にその戦力を前言させた。 残る兵力は7000人になっていた。コーンボォリスはヨークタウンに戻って物資と増援が来るのを待つ体制を強いられていた。大陸軍のナサニエル・グリーン将軍によるジラシ戦法、フェビアン・ストラテジーだった。ヨークタウンではイギリス海軍の支援が予定されていた。1781年7月19日、ワシントン将軍はニューヨークのドブスフェリーに会えしていた。 コーンボリスの状況を聞いて、ワシントン将軍は次のように記録している。私の意見では、この状況下では二つのポイントに十分な戦力をつぎ込むべきだろう。一つは、ニューヨークに隣接する地域に大陸軍と民兵を、残りの大陸軍とフランス軍はバージニアへ。1781年8月14日、ワシントン将軍は、フランス軍の艦隊が、 チェサピーク湾に向かっているとの知らせを受けた。西インド諸島にいたフランス軍のドグラス提督からの知らせだった。グラス提督の28隻からなるフランス艦隊はバージニアに向かった。同時に8月21日、ワシントンは軍を南下させ、その途中ドグラスの艦隊がチェサピーク湾に到着した。ドグラスはそこで イギリス海軍のトーマス・グレーブス提督率いる艦隊とチェサピーク湾の海戦、ケープの戦いとも言うを行い、勝利した結果、湾の正解権を確保した。コーンボリスは孤立した。18世紀19世紀の200年を通じて、イギリスの艦隊が負けたのはこの海戦のみである。1781年9月28日、ワシントンとロシャンボーは、ヨークタウンに到着し、 ラファイエットの部隊及びグラスの3000名と合流した。結局、コーンボリスと退治したのは1万7000名となった。2対1の戦力差であった。ヨークタウンは抗議され、重火にさらされた。コーンボリスはその球場をニューヨークのクリントンに知らせた。クリントンは援軍5000名を乗せた艦隊が10月5日までには到着すると約束した。 両軍は互いに守りを固めていた。10月11日2日い連合軍はイギリス軍の鼻先わずか400ヤードから2回目の攻撃を開始した。3日後、連合軍はイギリス軍の歩類2つを占領し、前線をイギリス軍の目前まで進めた。連合軍が包囲の輪を狭めてくる一方で、コーンボリスはニューヨークからの救援隊の到着が遅れていることが分かった。 10月16日、イギリス軍は、フランス軍の砲兵隊に攻撃を挑んだが失敗した。前線が近づいた以上、連合軍の砲火は、イギリス軍の陣地の中にも直接降り注いでいた。その夜、ヨーク川を渡って、グロースターに脱走が試みられたが、ひどい嵐のために失敗した。コーンボリスの軍は、食料も弾薬もそこを突きかけており、10月17日、 ついに降伏を申し出た。10月19日、調印が行われ、正式に降伏した。約7000名のイギリス軍が捕虜となった。なお、救援部隊を乗せた、英艦隊が到着したのはその5日後の10月2日であった。戦闘に続く翌朝、降伏の調印式が行われた。コーンボリスは、病気を理由に欠席した。欠席はしたものの彼は、ワシントンに、これは、 あなたの偉大な勝利だ。だが、あなたの月景観は、デラウェアの岸辺にこそ飾られるだろう。と伝えている。伝説ではあるが、イギリス軍は、世界がひっくり返った、イギリス名誉革命の頃の歌を吹奏しなが、行進したというが、証拠は何もない。コーンウォリスの副官がまず、フランス軍のロシャンボー将軍に降伏を伝えようとした、時、ロシャンボーの副官リューマが、ベウスベストロウンプス。 ル・ゲネロル・イエヌ・シェフ・デノートル・アーム・エア・ラド・アット、間違っているよ。総司令官は右にいると言って、ワシントンのところへ連れて行ったというのは、有名な話である。その注意は改めてワシントンに降伏を伝えたが、ワシントンは、コーン・ウォリス自らが来ていないのでこれを拒み、部下である注意は、大陸軍の指揮官の一人であるベンジミン、リンカーン将軍に降伏するよう指示した。中尉は、 彼の軍刀をリンカーンに渡し受領された。イギリス軍の全兵士が降伏し、当時の習慣で火器を踏みにじるよう要求された。捕虜となったイギリス兵は大陸にいた兵士の約4分の1であった。イギリス軍はまだニューヨークやチャールストンのようなキーとなる港を占領していたので、その時点ではヨークタウンが戦争のクライマックスであるとは認識されていなかった。 ヨークタウンの降伏後も散発的な戦闘は続いていた。ワシントンはまだしばらくは戦争が続くものと信じていた。しかし、イギリスの首相フレデリック・ノースはヨークタウンの降伏の知らせを聞いて辞任した。彼の後を受けたロッキンガム首相は戦争を続けることは得策ではないとして和平の交渉に入ることを決めた。 1783年パリ講和条約でイギリスはアメリカの独立を承認し、イギリス軍の大陸からの撤退を約束した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。